国鉄105系蒸気機関車は、かつて、日本国有鉄道の前身である、鉄道省に在籍したタンク式蒸気機関車である。伊豆市鉄道で列車を引く,く流れ山鉄道105の、形式図本形式は、秋田鉄道の4.1型で、1934年6月1日付で、同鉄道が国有化されたことにより、国有鉄道席を得たものである。国有化に際して、 105型と、改版された。この機関車は1913年、イギリスのカース・チュアートが、中央鉄道向けに2両を製造した、車軸配置2から4から0のタンク機関車の1両で、ある、同車流の、ズングリとしたデザインの機関車である。しかし、中央鉄道は、路線の建設ができず、製造番号線197のみを引き取り、 製造番号1198はキャンセルした。中央鉄道では当面使用の予定がないため、上部鉄道 D 型として貸し渡したが、1916年10月に返却された。中央鉄道はこれを品野鉄道に売却しろくとしたが、品野鉄道はこれを使用することなく0から6から0、軽タンク機関車と交換で、番州鉄道2乗とした。 破綻鉄道では1936年まで在籍し、川水槽を増強する改造も受けていたが、晩年はあまり使用されず、同年伊豆市鉄道に譲渡され、1944年の同線休指示に廃車解体された。番号は一貫して6であった。一方の製造番号1198は、1914年に秋田鉄道が開業用として購入し、 4.1として使用した。1934年に鉄道小石となり105と改められたが、ほどなく旧車となり、1938年に流山鉄道に譲渡された。流山鉄道では、シリンダ横にステップを新設し、蒸気ドーム多いと砂箱を大型化した。砂箱は、鉄道省2500型からの発生品であった。その後、 1951年に日本車両製造わらび工場の入れ替え用に展示、1960年に解体された。ありがとうございます。